ドリマガをご覧の皆様、こんにちは、中川翔子です。今日はなんと翔子の大好きなものすごいツボの女の子たちがこうプロレスをして戦う、あの有名なランブルローズの最新作ランブルローズ WX がなんと XBOX360 版でついに登場するということなので、その見どころを聞きに小波さんに遊びに来ています。はい、どんな進化を遂げているのか。 PS2 版でもものすごい楽しかったし、すごいクオリティだったのに、それがさらに XBOX の、 あの美しいグラフィック、そしてクオリティ、内容も全てレベルアップしているということなので、もうバンバン聞いちゃおうと思います。さあ行ってみましょう。ということで、今回お話を伺うのはランブルローズのプロデューサー内田あかりさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、内田さんと初めてお会いしたのって、はい、あのちょうど対談からちょうど1年経つらしいんですけど。そうです、早いですね。早いですね。1年前の気がしないです。しないです。そして半年ほど前に、それがあったからね、半年前にレコーディングをしてるんですよね。レコーディングやりましたね。でもそのレコーディングから半年経ってっていうのがもう非常に早くないですか。ね、うん、ね、忙しいんですね、みんなね。みんな忙しいからなんですかね。あ、そう、それでまあ、はい、あのもうのね、ここ来た時から気になってると思いますんで、はい、早速あの中川さんですね、はい、歌をどんな風に組み込まれてるのかというのを見ていただきたいんですけど、あのもうランブルローズ自体にすごく翔子燃えていったし、はい、こうあのゲームというものが大好きだし、はい、こう80年代アイドルというものが大好きだし、あの時もね、聖子ちゃんトークですごい盛り上がったんですけど、 そんな好きなものの、あの集大成というか、はい、ランブルローズのゲームの歌の、はい、しかも80年代アイドル風、はい、そんな最高なものが本当に現実に起きたことなのかどうか、ちょっと翔子の夢だった気がしてならないんで。いや、時々ね、僕もこれ夢なんじゃないかと思うことがあるんですけど。内田さんも思ってます。思うんですけどね。怖いな。これね、会社来たらこれ実装から落とされてんじゃないかとかね、知らないうちに、はい、思うことがあるんですけど。怖い。とかここまでこぎつけて、わがまま言わせてやらせてもらったので、今日は見れるってことですか。はい、もうご覧いただこうと思って。なんか本当最高すぎて信じられないから、ぜひちょっと、はい、信じるために見せていただきたい。了解です。じゃあ早速。はい、行きましょう。お願いします。はい、いよ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 本当にランブルローズに収録されたあの歌を聴ける時がやってまいりました。見させていただきます。お願いします。 From Japan Innocent Tornado Makoto Aihara。 なんか、あ、イントロ来た。これ歌った。本当に観客めちゃくちゃいるじゃないですか、これアイドルじゃないですか、もう。うわあ、ここまで大きなリアクションもらうと嬉しいですね。ここから面白いですよ。ゆるキャラがね、いいかな。本当だった。夢ではなく、夢よりも素晴らしい現実が待っていた。すげえ。こっちは例の歌って踊りますんで。そういう方ってこと忘れてません、このこと。あっ、むしろ歌ってる。マカトが歌って、生まれにしちゃった。うわー、ブリブリ、何この振り付け。80年代なんか恥ずかしくなってきた。見てて、こっちがこうなる感じ。ダンサーさんもすごい照れてました。モーションの、こんな振り付け今絶対見れないですよね。80年代だ、これ。
こんな大きなリアクションもらえるとやった甲斐がありましたよ。なんかしえーって感じですよ。なんかこうレコーディングをさせていただいたこと自体がもう初めてだったし、はい、でしかもランブルローズで誠ちゃんでしょ、そうなんです、一番好きな子だし、しかも本当信じられないですよもう、いやー入場シーンのクオリティにちょっと圧倒されてるんですが、まだまだあんなもんじゃないですけどね。わあ、じゃあ進化したところとか、はい、今回の見どころとか、はい、たくさん教えてください。まずですね、言いたいこといっぱいあるんですけど、全部言ってください。まず最大なのはタッグですね。前回ももうすごくお客さんからタッグプレーができないっていうのを非常に言われてたんですけど、こんなのねこっちの方が分かってて、こっちがやりてえよと。でもやっぱ綺麗なモデル作るんで、そっち犠牲になっちゃってたとこが360でついに4人でタッグ対戦ができるようになったっていうのは、ね、それはやっぱり XBOX のハードのですね、で広がったことですね。最近発表したんですけど、エディットモードって言ってですね、はい、キャラクターをこうプレイによって太らせたり痩せさせたりですね、あと筋肉をこうつけたり、ね、普通だって普通の格闘ゲームでそんな要素って、はいはい、なんか絶対ないじゃないですか。正直なんかなんとか値が上がりましたって数字でちょっと上がってるけど、そっちは違うと。ランブルローズだからこそのやものですよね。それこそ、そうもうね、太らせたら痩せた、太りますよランブルは。太るあぽっちゃり好きとかこう華奢好きとかいろいろいますもんね。いろんな人がもっと玲子は痩せてなきゃダメだとか、歴史もっと太ってなきゃおかしいじゃないかってものすごいいっぱいいただくんですよ。こういうゲームその意見を出す貪欲なプレイヤーがいっぱいあるんですね。もういっぱいいますね。大体何か言ってきますね、誰をどうしろっていうのそれを一気に解決するためにもですね、ちょっとね新案特許の技術を使ってるんですけども、すごいですよ。なんかもう数字とかをパラメータを上げて自分のレイクを作るとかじゃなくて、もう見た目からもう自分の好みのレイクを作れるとか、はい、当然ねそれが強さにも反映してくるんですよ。だからね、あーそうなんだ、太らせちゃうとレイクをマックスまで太らせちゃうと飛べなくなっちゃったりね、そうですよ、重くなってダイブできなくなっちゃう、そういうのとかあって、デキシー痩せさせるとなんかね素早くなったりね、いろいろあるんですよ。あ、ゲーム性にも関係する。関係あるんです、もちろん。それを自分でこう稼いでチューンしてでオンラインで戦えるって面白さがあるんですね。あとね、まあ、それって語り出すとちょっと気になるんですけど、他にもですね、ちょっとね特筆すべきモードとしてクイーンズマッチっていうのがあってですね、今回ドロレスがなくなっちゃったんですよ前回。ああ、そうなんです。あれがね結構ランブルローズで衝撃的だったんですけどね、ちょっとねドロレスねいろいろね食い足りないとこあったんで、ちょっとね一回休みしてもう一回研究しようということでですね、今度その代わりクイーンズマッチっていうのがあって、簡単に言うと王様ゲームなんですけども、王様ゲーム大体皆さん知ってると思うんですけど、最初にですね負けた方が何を着て何をするっていうお題を決めといて、で試合やるんですね。これで負けた方がその命令を聞いてやるっていう、まさにまたランブルローズだからこそのよく思いつきますね。これも本当はね最初次何やりたいってみんなでスタッフに聞いた時に、平泳ぎがしたいとかリンボーダンスがしたいとか、みんなその会議が面白いですね行ってみたいぐらいですよ。わけのわかんないね、やっぱりそれプロレスじゃないじゃんまずっていう話があってどうプロレスに結びつけるかなっていうことで、罰ゲームにすればいいんだっていうことで一気に解決ですよ道が開けた。そう、これがクイーンズマッチですね。会議面白いですね、はい。